Y12Y-12、e、とは中華人民共和国が生産する高翼創発の多用途ダーボプロップ輸送機である。製造は国流交渉のハルビンにあるハルビン引き製造工師。中国が開発した Y-11 レシプロ創発輸送機の拡大改良型であり、原型機は1984年8月16日に初飛行し、12月には中国政府から 形式証明を受領した。体は Y-11 と同じく、高翼配置の主翼を持つ機体で、エンジン、機体とも、デハビランドカナダ DHC-6 に極めて類似している。主翼はハンペラ持ち式のため、支柱により支えられている。胴体断面は箱型で、乗客数は Y-11 が7名であったものが、大型化されたことで17名へと増加した。 また、乗客の代わりに1700から1 9 0 0ラムの貨物を搭載することもできる。足は引き込み式に改良された。エンジンはターボプロップエンジンに換装され、アメリカ製のプラットホイット2カナダ PT6A-27 を装着している。初期型は500軸馬力であったが、後期型は680軸馬力に出力が向上している。2016年には、 アメリカ連邦航空局からも、形式証明を受領し、米ロを含む30カ国以上で運用されている。様々な派生型が開発されておりすでに120機以上が生産され、中国国内以外にも南太平洋諸国などで、コミューター路線に就航しているほか、軍隊で、軽送機として導入されている。ABCDEFGHIJ 田辺義明、最新。 中国航空、軍事トピック運12回、航空ファン2019年5月5分林道、P124 から125。ありがとうございます。